令和元年の東日本台風において河川の越水や浸水被害が多数発生してしまいました。県ではその経験を踏まえ、今後の大雨による浸水被害があった際に円滑な排水作業を行うため排水ポンプ車を配置しています。出水期前の令和5年5月30日に佐野市秋山川葛生大橋上流にて排水ポンプ車操作訓練を実施しました。安息土木事務所職員及び地元建設業者、渡良瀬建設業協同組合、阿蘇建設業協同組合約60名が参加しました。県庁河川課、足利市、佐野市、その他各関係機関との情報伝達訓練も実施しました。訓練開始に先立ち、安息土木事務所本間次長より訓練参加者に対してご挨拶がありました。栃木県建設業協会足利支部立沼支部長様より排水ポンプ車操作訓練への決意表明をいただき、いよいよ訓練開始です。こちらが実際の訓練の様子になります。令和元年東日本台風の影響による浸水被害を受け、栃木県では令和3年度に県内に排水ポンプ車を3台導入し、安息土木事務所足利庁舎、阿蘇庁舎及び栃木土木事務所に各1台ずつ配備されています。ここで簡単ではありますが、排水ポンプ車の概要をお伝えします。排水ポンプ車1台につきポンプ2台を備え付けてあります。25メートルプールを約20分で排水可能となります。排水ホースの延長については100メートルとなっています。最大4時間の連続稼働が可能となっております。訓練当日には上空からドローン撮影も行いました。離れた位置からドローン撮影を行うことで、現場の人を危険にさらすことなく、被害の状況把握等が安全に行えると同時に、広域的なデータを瞬時に動画等で収集できます。今回訓練にドローンを用いたことで、有事があった際の現場の被害状況が一目で分かり、どのような対策を講じるべきかの判断がしやすいと感じました。今後もドローンの効果的な活用方法を積極的に検討していきたいと考えております。今回の排水ポンプ車操作訓練を生かし、今後訪れる可能性がある河川における水害に対して、地域の守り手である地元建設業の方々と共に協力し、地域住民の安心安全を守っていきたいと考えております。